教えて兵庫。おはようございます、梅雨の紫です。さあ、このコロナ対策で遊びに行きたいけど、なかなか出かけられんなという方も多いと思います。そこで今回はこの番組を通しまして、少しでも芸術文化に触れてもらいたい、お出かけ気分になってもらいたいということで、姫路市にやってまいりました。紫さんがまずやってきたのは、姫路城のすぐそばにある県立歴史博物館です。いやー、こんなところにこんな立派な建物があったとはといった感じなんですけれども、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。学芸員の山口と申します。山口さん、お願いいたします。お願いします。こちらはね、どういった施設なんでしょうか。はい、兵庫県の歴史や文化、それから姫路城のことなどを、楽しみながら学んでいただける博物館です。歴史、はい、もうね、私びっくりするぐらい疎いですよでも大丈夫ですか。はい、大丈夫です。ということで、最初に案内してもらったのは姫路城と城下町のコーナーです。こちら姫路城のことですとか、あとは兵庫県の城下町について、紹介しているコーナーです。こちらに並んでいるのが、現存12天守の50分の1の縮尺で縮めた、模型になります。じゃあこれは、これ犬山城ですね。犬山城、犬山城、愛知県ね。はい、あ、松本城で、ちょっと見たらさ、はい、これでかないそうですね、姫路城やん。はい、あ、面白いな、これ並べたらこんだけ違いがありますよ。そうですね、大きさの違いももちろんですし、それぞれ の個性のある形をしているというのを見比べていただけるかと思います。面白い。さあ、こちらはまた展示しているものが違いますけども。はい、こちらは、兵庫の歩みというコーナーです。兵庫県には多彩な歴史文化が育まれてきたんですが、その中の国宝建築をご紹介をしています。この朱塗りの、はい、ね、この建物、こんなの兵庫県下にあるの。そうですね、小野市にあります浄土寺浄土堂です。浄土寺浄土堂、はいはあ、これまた何、なんかどういったところが、はい、実はこの建物のこっち側がちょうど、このお堂の西側になるんですが、そうするとちょうどこう日が沈んでいった時に、こう向きで光が差すことになります。はい、でそうするとちょっとお堂の正面に回っていただきまして、はいはい、中の阿弥陀さん尊像がいるんですが、ちょうどその後ろからこう光がお堂の中に入ってきて、仏様がこうお迎えに来る様子をこう演出できるということで、ぜひ実物を、ね、見に行っていただきたいですね。小野にあったとか知らなかった、はい、さあ、今まで見てきた雰囲気とは違います。特別企画展ということで、はい、特別企画展、絵空ごとの楽しみ、今月の21日まで開催しております。絵空ごとっていうのは、はい、絵空ごとというのは絵には理想であったり美化であったり誇張であったりが加わる、それがどんな風に表されているのか、はい、じっくり絵を楽しんでいただければという企画をしました。じゃあまずこちらでしょうか。この作品は、姫路藩主の酒井宗雅が25歳の時に描いたウサギの絵です。これはすいません、どう素晴らしいでしょう。あ、はい輪郭線をあまり使わずに、そうですね、よく見ていただくと、こう白い線でこうシュシュシュとこう毛を描くような感じで体全体が描かれているのが分かるかと思います。でウサギの口元であったりこう耳の内側のあたりにうっすらとこう赤みを入れて、はい、ちょっとウサギの体温が伝わるような、すごいリアルなで品があってっていう感じですね。はい、あ、源平の合戦やん。源平合戦の中でも一ノ谷の合戦を、はい、テーマとして描いている作品です。一ノ谷の合戦とは、現在の神戸市中央区や須磨区周辺を舞台に繰り広げられた
源氏と平氏の戦いのこと。激しい攻防の末、平氏は敗北、源氏軍の勝利に終わりました。よく見てみると平家物語にあるいろんなエピソードが盛り込まれています。あれですね。例えば源義経が断崖絶壁を馬で駆け下りて奇襲をかけた逆落としや、熊谷直実が平家の若武者敦盛を涙ながらに討ち取る名場面などが生き生きと描かれています。ストーリーの中で時間の異なる場面がいろんなところに散りばめられている。面白いな。ところでこちらに来た時からとても特徴的な建物が気になっていた紫さん、博物館の鈴木さんにお聞きしました。実は、世界で活躍した建築家、はい、丹下健三さんの設計した建物なんですね。これ城を意識した建物になっているんですね。あの石造りの壁が姫路城の石垣をイメージしたデザインになっています。それから屋根の付近がこう T の字が連続したような、あれも姫路城の構造をそのままそこに移したようなデザインになってますね。これは姫路城大天守、15分の1の模型になってます。あ、そこですね。気づきました。うちの博物館の天井付近にあった T の字の連続いうとったんは、どうも丹下健三がこれをイメージしたんちゃうかなというような。なるほど、はい、その他館内の壁にある空調用の通気口は鉄砲や弓矢で狙うための城壁の穴、狭間をイメージしたとも言われています。すごい写真映えするところがあって、多くの方が気づかずに帰ってしまうんですけども、左に姫路城の大天守が見えます。はいはい、あ、姫路城が映ってる。丹下さん、それ計算して？計算、もちろん計算してはりますね。いや、もうね、見どころ満載でした。ありがとうございました。楽しかったですね。ありがとうございます。いや、でも鈴木さん、他にもちょっとここ寄っといたらっていうところありますか？そうですね、この姫路城の北側には2つ素敵な博物館があります。すごいな。1つは姫路市立美術館。美術館で、もう1つは姫路文学館というのがございます。文学館さんなんてどうでしょうね。というわけで、今度は姫路文学館にやってまいりました。歴史の次は文学です。いや、もういろんな展示物が並んでおりますけども、はい、はい、姫路を中心とした播州地方の作家や学者さんたちの資料を収集保存して、彼らを顕彰する目的で平成3年の4月に開館した文学に特化した博物館なんです。こちらの言葉の森展示室は、播磨地域ゆかりの文人たちの関連資料のほか、彼らが残した印象的な言葉をタッチパネルなどでとても興味深く知ることのできるコーナーです。で、米朝師匠、はい、いらっしゃるよ、はい、人間国宝、はい、師匠は落語家でもありながら、はい、落語研究者としても大きな業績を残されたということで、こちらにこう紹介させていただいています。いや、可愛い字書いてあったよなすごい、その他、姫路市にルーツを持つ作家司馬太郎の作品の魅力に迫るコーナーや、播磨ゆかりの作家の著書を手に取って読める図書室も充実。時間を忘れて一日中文学の世界に浸ることのできる施設です。いや、竹広さん、中も本当に楽しめる箇所が満載だったんですけど、はい、この建物ですよ、はい、コンクリートの打ちっぱなし、ピンときたんですけども、もしかしてあの方の建築ですか？はい、そうです、世界的建築家安藤忠雄先生の作品です。やっぱり
世界で、また兵庫県内でも多くの作品を手掛ける世界的建築家安藤忠雄。幾何学的なフォルムで知られるその作風がこちらの姫路文学館にも存分に生かされています。建物のあらゆる場所から姫路城が楽しんでいただけるように設計されています。こう日常とは違う空間に一歩入っていただくという感じで、文学と出会っていただけたらなっていうふうに思います。皆さんいかがでしたでしょうか。こんな風に芸術や歴史、そして文化に触れられる施設が県内にはいっぱいあるんですね。またホームページからでも楽しめるところがありますので、ぜひチェックしてください。